皆さんこんにちは、チョメチャンネルです。今回の動画は無料報酬を獲得できるイベントについて紹介していきたいと思います。その名もフォートナイトランタンフェスティバル2022。これ去年もあったんですけどね。まずはこっちのラントグラフィという方のシステムから説明していきます。島でもランタンフェスティバルがお祝いされる。特定の注目スポットの街灯ではランタンが吊るされる。一つでも複数でもランタンをフューチャーした画像を撮り、ハッシュタグラントグラフィー2022を使用してツイッターでシェアしよう。私たちのお気に入りとなるいくつかの画像の投稿者はエモートアイコンカメオは戦利品がねご入り用を獲得するチャンスが得られる。ということで、おそらく注目スポットと呼ばれるところにはランタンが新たに吊るされてると思うんです。ここでそのランタン一つでも何個でもいいんで、フューチャーした画像を撮って、ほんでそれをスクショかなんなりでツイッターに上げる。ほんで特定のハッシュタグをつけてあげると、エピックがそれを厳選して、ほんで、あ、この写真素晴らしいってなった人にエモートアイコンを送るっていう手はずになるんだと思います。ちなみにここに公式規定書いてます。ここで重要なとこだけ読みますね。はい、まずはここですね。各自のツイッターアカウントにログインしてリンクと指示に従って、まずはこのアットマークフォートナイトゲームにあるスポンサーのツイッターページのフォロワーになる。まずはこれですね。そしてその後、今言った通り、ランタンの写真撮ってスクショを撮って、ハッシュタグでラントグラフィー2022とコンテスト、この2つがいりそうですね。で写真をツイートする。そう、そしてその後エピックが選んでくれるって形だと思います。そして応募作品は応募方法につき1人1点に限定されると。参加者はコンテスト開催期間中に1回まで応募作品を提出することは認められる。同じ参加者による重複する応募作品は失格の対象となるんで注意してください。あんまり上げすぎたら逆に失格になっちゃうんで。そしてコンテストの参加開始日、終了日は2022年4月2日の米国東部標準時午前10時と書かれてるんで、まあ全て日本時間で言います。開始は日本時間の4月3日日曜日の0時、ちょうど日またいだところから、終了は2022年4月9日土曜日の13時59分まで。この間にこのコンテスト参加してくださいねって言ってます。そして参加資格ですが、対象国、まあおそらく日本含まれてると思うんですけど、合法的に移住する13歳以上の個人のみが参加できる。注意してくださいね。基本的には13歳以上です。そしてここに判定基準が書かれてます。まず一つ、独創性、クリエイティビティ。1から5ポイントつくみたいですね。マックス5ポイントつくみたいです。そして相違性、オリジナリティ。これも1から5ポイント、マックス5ポイント。そして最後に美しさ。1から5ポイント、マックス5ポイント。もし同率、同点の場合は、同点の有資格応募作品は、美しさを2倍に重視して再採点されると。なので、一番重視されるのは、この美しさやと思いますね。なので、ちょっと難しいですけど、この3つのポイントを押さえながら写真撮るんやったら、美しさ重視で撮った方が、より上に行きやすいってことやと思います。さあ、そして皆さんが気になっている商品ですが、マジか。15名の当選者しかいないんか。そしてもらえるのは、まあ、ここは、英語バージョンで書いてますけど、フォートナイトカメオニードルート。まあ、さっき言ったあれですね。カメオは戦利品がご入り用っていうエモートアイコンを手に入れることができます。そして、当選した人は、ツイッターの DM ダイレクトメッセージで、あるコードが送付されるみたいなんで、あとは自分のエピック ID でログインしてそのコードを入力すると、このエモートアイコンが自分のフォートナイトアカウントに届いてるっていう手はずになります。そして当選したかどうかの通知はコンテスト開催期間終了後7日以内に届くみたいです。そして注意しなければいけないのは、その通知を受け取ってから5日以内にその DM に書かれていることに対して署名して返送することが義務付けられている。これをしないと多分その商品もらえない可能性も全然あるってことですね。はい、長々と喋ったけどそんなもんかな。15人しか当たらんのが結構きついな。
そしてもう一つ、ランタントライアル、これもまた始まります。去年もあったと思うんですけど、ランタントライアルが開催される。チャレンジをクリアしてゲーム内報酬を獲得するために登録に関する情報をお見逃しなく。ランタントライアルへの参加条件を含む詳細は近日公開予定のランタントライアルのブログ記事をチェックしようということで、詳細はまだ発表されてないです。ただここでちょっとリーク情報流れてて、どういうミッションこなしたら無料報酬もらえるのって書いてあったんで、ちょっと待ってくださいね。まずは愛用タンク使って敵を倒す。そして敵に対してある程度のダメージを与える。そしてデュオでトップ7に入る。あとはストームから生き延びる。最後にスクワットでトップ6に入る。おそらくこの5つのミッションが追加されて、これをこなしていくことでいろいろ無料報酬が手に入るのではないかと思います。いずれにしても近日公開予定のこのブログ記事チェックして、またその時は僕動画上げると思うんで、またよかったらチャンネル登録とかお願いします。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある Twitter、Instagram のフォロー、もしよかったらクリエイターサポート、大文字で HEMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。